イメラジオ第2521回、今日は令和2年11月17日火曜日です。時刻は午後6時ですね。もう11月の半ば、午後6時もなると完全に夜のモードですよ。幸福の夜景がキラキラしてきました。西に細い火弦の月が見えますね。これ1時間もしたらもう地平線に沈むと思われます。まあ、地平線っていうか、もう沈むと思われますね。さっきまで四日市の男子オンラインで英語習ってました。今日は2コマですね。で、これから名古屋の男子、そして栃木の女子、そして東京の男子です。オンライン授業の合間を使っての夢ラジオ、今回は御三年の駅取り上げます。御三年の駅ですね。前九年の駅については夢ラジオで取り上げ、そして今回はその後に起きた御三年の駅、この九年とか三年というのは今の時の単位でどうも見てないようですけど、まあ前九年の駅と比べたら早く終わった。そしてこの御三年の駅によって藤原の清衡、すなわち奥州藤原氏の祖、彼が奥州の覇権を握りました。その後100年以上続く奥州藤原氏は、この御三年の駅によって藤原の清衡が覇権を握ったことによって可能となったんです。さて、前九年の駅というのはどんな戦いでしたか？奥六郡を支配していた安倍氏を、陸奥守であった源頼義、その子義家、この源氏に泉北三郡の清原氏、この清原氏が源氏に加勢して、そして安倍を滅ぼしてしまった。こんな戦いですね。これで源氏は名を上げ、そして頼義の子義家は武士の鑑というか八幡太郎義家と呼ばれるようになった。けれど、まあその頼義義家がこの前九年の駅で行った非道、もうこれはもう武士道なんか全くもう見られない卑劣なもの、そんな話を前しました。で、その奥六郡および泉北三郡なんですけど、ここを清原氏が支配することになりました。けれど、この清原というのはやっぱ安倍と比べて力がなかった。リーダーも出なかった。前九年の駅の時、源頼義に処刑された藤原の常清という人がいました。常清は安倍の頼義の娘と結婚し、そしてその息子がいたんですね。で、この妻と息子は前九年の駅を助け出され、そしてそのまま清原の跡取り、清原の跡取りの
妻と息子になった。そしてこの清原の跡取りにはやはり前の妻との間に息子がいましたから、連れ子同士の結婚だったんですよ。この安倍の常清の妻を、そしてその子供を自分の妻、そして子供として迎えたというのは、清原氏の安倍氏に対するやはり敬意というか、粗略に扱えないというか、その証でしょう。安倍の娘、これは常清に、藤原の常清に嫁いでいたわけですが、その安倍の娘、そして彼女が産んだ男の子を、そのまま清原の棟梁の妻と子供にした。やはり奥六郡での安倍氏の人気は民衆の間にも根強く、きっちり遇しておかないとその民衆をも支配できない、そういう気持ちもあったろうと思われます、清原の側にね。そしてこの今では清原の妻となったかつての安倍の娘、つまり常清の妻だったこの女性は、清原の家で妻となり、そして清原の子供をも産むことになります。ですから兄弟が3人いることになるんですが、その兄弟がそれぞれ父親が違ったり母親が違ったりしてるわけですね。清原の実平、これがもともといた清原の前の妻との子供で、これが跡取りなんですよ。そしてその後5歳としてさっきの安倍の娘を迎え、そしてその男の子を連れてきましたから、その男の子が清平、そしてその安倍の娘が今度清原の跡取りとの間に子供ができて、これが家平ですから、2番目3番目の清平家平は母は同じなんですよ。ただし清原の父は藤原の常清です。そして家平の父は清原なんですよ。そしてこの次男三男には、そして次男は養子であって、最初から家督を継ぐ可能性はなく、一番上の実平ですね、この実平が清原の家を継ぐ。けれどこの清原の家を継いだ実平はですね、子供がおらずですね、そして子供がいなかったため、なんと平氏と源氏から男の子と女の子を2人とも養子にして、実平はね、清原の実平は自分に子がなかったので、平氏の男の子、そして源氏から女の子で、この源氏の女の子というのはさっきの義家の年の離れた妹にあたる。それをその養子にして、そして清原を盛り立てていこう、つまり清原の血が途絶えるわけですよ。しかも実平がこういうことをした理由は、もうここで清原の血は絶えても、平氏と源氏っていう武家の棟梁の血でこれから清原を継いでいけば、もう蝦夷とか不襲とか言われることなく、純粋な日本、最近の言葉で純ジャパって言いますけど、それになれる。つまりこの清原の実平っていう人は自分に子がなかったということもありますが、それ以上にもう自らの出自である蝦夷を否定するという、これどうなのっていう、そういう考え方してた。そこに陸奥守として今度は源の義家がやってくるんですよ。頼義の息子ですね。前九年の役の時にもいた義家が今度は陸奥守としてやってきて、
そしてまず清原で内紛が起きます。つまり実平 VS 次男三男、つまり清平家平と。ところがこの長男の実平が急死してしまうんですよ。そうすると今度は残った次男三男、これ母親一緒ですね。どちらも安倍の娘を母親にしています。この清原家平という次男三男の間で今度争いが起き、そしてこの家平がですね、この兄清平の妻子をもうね、家の中に閉じ込めてこう亡き者にするという残酷な、まあ今とは時代が違うんですけど、残酷なことをして、ですから清平はこの弟家平との戦いにおいて妻子を亡くしているんですね。けれどその妻子を亡くしても清平はこの家平との戦いに勝利、籠城戦、家平が金沢の柵に閉じこもっていても、籠城戦を使って、つまり城を取り囲んで兵糧が尽きるのを待って、ですから最後はもう家平フラフラになって、降参したというか、結局は清平によって討たれました。ですから御三年の役っていうのは、実平がすぐに亡くなってしまい、そして次男と三男の間で争いが起きて、でその次男の方である清原の清平、これが清原の家平を破った。そして清原の後継者は自分だと。そして彼には安倍の血も入ってる。そして藤原の血も入ってるわけですよ。この清原の清平には清原の血は入ってないわけなんです。だって養子なんだから。そして源義家がこの清平を与力したわけですね、家平と戦う時。ですから義家としてはかつて父親の藤原の常清に対して不甲斐ない思いを抱いていて、前九年の役で最終的に勝ったとはいえ、ですからその藤原の常清の息子である清原の清平が挙兵した時には彼につくぞと。ですから義家はこの清平の方につき、そして清平が実権を握った。しかもこの清平は実権を握った後、陸奥守である義家を体よく奥州から追い出す、その政治力も見せました。つまり義家は今度は御三年の役では清原の清平に利用された。しかもこの御三年の役というのは、朝廷からは朝廷が頼んだ、朝廷が追捕しろと命じた、そういう戦いではなく、清原の内紛、つまり私闘である、そうみなされ、ですから朝廷からの恩賞もなく、この源義家はもう自腹を切って恩賞を部下に与えた、そんなエピソードも残っていますよ。最後に立っていたのは清原の清平。しかもこの清原という名字は自分とは全く関係のない名字だ。ということで藤原の清平、つまり父親は藤原常清なわけですから、そして母は安倍の娘なわけですから、自分は藤原の清平と名乗るべきだ。ここから奥州藤原氏の映画が始まるわけです。初代清平、二代目元平、三代目秀平、
そして4代目が泰衡ですね。この奥州藤原氏については今前九年後三年の役ということで、その始まりについて紹介しました。これから夢ラジオで奥州藤原氏、特に秀衡と泰衡の時ですね、この時にはもう源義経も登場します。そのお話をしていきましょう。今からもう27年ほど前、炎立つ、炎と書いて炎立つというそんな大河ドラマがありました。この奥州藤原氏の攻防を描いたドラマ、全然話題にならないんですけど、いいドラマで私は何度も見ましたね。渡辺謙が藤原の常清と、そして奥州藤原氏の最後、藤原の泰衡を一人二役で演じて、そしてその常清の妻、安倍の娘ですね、その娘を小手川優子が熱演しました。前九年の役の後、清原に拾われ、そして妻にされ、そしてその子供まで産む、そんな母親を見て清衡は母上のことを世で何と言っておりますか、知っておりますか、安倍の尻がある女と言っているんですよ、母上には安倍の誇りがないのですか、かようにも清原の家に収まってしまって、それがしには耐えられません。そう言ってくる清衡に対して、この安倍の娘が小手川優子さんですね、誰もいないところにこの息子を連れて行って、我が胸には炎立っておる、復讐の炎は今も消えてはおらぬ、その復讐を遂げるまではもう清原の子供を何人でも切り出してみせようぞ。あのセリフはすごかった。この母の秘密の決意を胸に、清原の清衡はその後ずっと耐え、そして今回お話した御三年の役で覇権を握るわけです。大河ドラマの中でも私は実は一押ししている炎立つ、奥州藤原氏を語る上で非常に参考になる、まあドラマはドラマなんですけど参考になる。これからもお話しすること多いですね、この大河ドラマについては。夢ラジオ2521回、今回は御三年の役取り上げました。またオンラインの授業始まります。今日はこの放送1回だけです。ありがとうございました。